ごきげんよう、山口あゆきです。今日は今からどこに行くかというとあゆきのもう大好きな、せーのはい、ということで今日はですね、東京に来てるということです。あ、ごめんなさい、邪魔やな、ごめん今日は東京にいるということで、銀座にあるお寿司の食べ放題に行きたいと思います。やったー。そんなことはありますか。あ、お寿司の食べ放題は初めてですということで、ちょっと緊張とドキドキとお腹の空き量大丈夫かなと思いながら、ちょっとドキドキしてる部分はあるんですけれども、いっぱい食べていきたいと思います。さあ、今日何個、何粒、なんていう、なんチョイス、なんなんていう寿司のあれは、なんチョイス一貫、何貫食べれるのでしょうか。ペプチ、何ペプチ食べられるのでしょうか。さあ、今から行きたいと思います。レッツゴー、レッツゴー。ニシンって青魚。どうする、俺ニシン食べる。どう、コスを言って。はい、今日ニシンの、そういう感じでやっていくんだね。アンキモ軍艦、神の。1回食べ放題です。じゃーん。ということで、今日はお寿司いっぱい食べていきたいと思います。いただきます。やった。まずはお茶から。こうやって注文をここで書くねんけど、20貫ずつっていうの言われてんのに、見てもう50貫ぐらい頼んでしまって、ちょっと無理ですってなって焦りました。ということで、先にカニ食べていきたいと思います。これはやばい。骨が美味しい。タームス。タームス美味しい。まんま、うーまん。銀杏銀杏。うまっ。側とかいろいろ、待って、美味しそうなんですけど。 Oh my god。 あいつは赤貝食べます。赤貝、赤貝です。いただきます。うまっ、ま、これなんやろな、何か何か分かれへん。赤貝がめっちゃ美味しい。そう、めっちゃ美味しい。縁側食べる。あ、縁側、うん、めっちゃ美味しい。タイではなさそうじゃない、見た感じ。食べていい？え、もちろん。タイではなさそうやけど、うまい、うますぎ。めっちゃ美味しい。はい、ほとんど貝やんないけど、うん、貝も美味しい。これ何や、トルガイです。トルガイ、分からん。トルガイ、うん、どれがどれか分からなくなってくるな。中トロ美味しい、うん、おいしすぎる。はい、うん、何や、うん、あ、赤貝やわ。うん、赤貝、これは、うん、そうだ、豚ってこれ、うん、で、ここにあったやつ、あ、ここにあったの粒貝。あ、ほら粒貝、こっち2個あった。これない、これ1個だけ。だから赤西貝と石垣貝はどっちか食べてみて。はい、うん、うまっ。今のが赤西貝、こっちの。うん、おいしい。3人で来たら赤いじゃん。うん、2人か1人、うん、人数増えたら頼むな。
お寿司の量増やしてくれたらな。ほんまやな。ありがとう。一人10個みたいな感じにしたいな。はいな。何や。最初チャームスゆっくり食べようと思ったけど、美味しすぎて全部食べちゃった。来いよ。出てくるのがね、ちょっとね。ゆっくり、ゆっくりペースですね。200人ペースもご案内です。わさび抜きということで、はい、もう一回丸をお願いいたします。やったー、2回目。エビ美味しそうやな。うん、いい、食べます。軍艦はちょっと時間かかるのかもね、分からんけど。ウニ、うん、ウニはちょっとあれかな、両番の味がするけど、美味しいけどな。喧嘩わっちゃう。うん、すごい美味しい。もうずっと喧嘩わでいいんじゃん。ってぐらい美味しい。あと大好きなイクラ。イクラめっちゃ頼んでた。うん、知らんけどイクラめっちゃ美味しい。はい、うん、これ何か分かる。うん、うん、まイクラ、あ、イクラほんま好き。うん、いいな。イクラほんま美味しい。でも結構お腹いっぱいになってきたの。ほんまに？うん、ウニ3個目やで。ウニ3個目。ちょっとガリが美味しい。あん肝です。腹何分目？
今超えてる9超えてる。マジで今食べるよ。一気に来たわ。なあ、こういうのって一気に来るよな。来るわ。ちょっと待って。俺9はいけないからな。マジで9やから9と100を行き来してるから今。うまい。おかしい。結局でも大食いで勝負したら絶対負けるわ。そりゃそうやろ。そりゃそうやろって。でもアイも結構食べるやん。いやいやいや、量が違うって。え、ほんまに言ってんの？うん、食べると思ってた。大食いはな。それにも本日限定期間です。3個1個3個ぐらいはいい。とっておくやつ。そうで食べれるん。逆にこんだけ食べれるん。イメージ分け。これを2個いくよ。あ、そうなの。ゆっくり食べて。分かった。貝は食べるわ。マジで貝は好きやな。さっきまで争奪戦やったのに今譲り戦になってるどれだけ、それだけ十分。ビンマミが来るときはこないな。もう分かった、経験したな。多分もう行かへんけど。でも幸せ、お寿司は。本日の限定期間です。一気に詰め込まさつやな。これ意外とガリと食べたらいけんで。これずっと魚やからちょっと多くなるけど大丈夫。無理しやんときやん。でも20貫ずつっていうのがあれやったな。アイキラには慣れてないからさ、頼みすぎちゃうな。別に6個とかでもよかったわけやん。でも20個っていう制限があるからさ、このシステムはちょっと難しかったな。相手にしたら80個はさすがに誰もがお腹いっぱいなるわ。多分米の量多いもん。40歳年上でやろ。相手もさすがにお腹いっぱいになるって50歳ぐらい生きるとか言ってたよ。泳げるわ。すごいな。大丈夫かな。あとこんだけ。あ、こんだけです。どこ見てる。やばいねんけど。やばい、見せられへん。みんな今来てさ、いろいろ注文してテンション上がって頼んでるやんか。いいよな、羨ましいな。あの時間返しになってほしいな。帰ってきてほしいな。じゃあアイクはここで締めさせてもらいます。ごちそうさまでした。あと 4個や、頑張って。でもすごいな、もうあと2個やん。すごい。アイキは1個ちょっと援助します。援助1個食べたいと思います。ガリ寿司で。エビも食べたろうか。エビも食べたろうか。食べられへん。いけるよ。お互い様やろ。助け合って生きてきたやっけ。今さら何しょっぱいこと言ってんねん。最後の一貫です。こんなもんやろ。普通のごちそうさまでした。全部食べた。すごくね。でもこんだけいっぱいお寿司食べたなんか初めてじゃん。幸せでした。でもまあ食べ放題といえばやっぱほどほどにしないといけないですね。でもお寿司というのは日本の伝統文化の食事。日本食だというのが素敵ですね。美味しかったです。じゃあバイバイ。すごくない？
富士山ちょっと先っちょだけ見えてます。まあ、逆光やねんけど富士山あの全然見えへんわ。車運転中もうすっごい富士山綺麗かったから撮ってみました。